おはようございます。お、あれ来たの、たけし。寒いから、寒いから走ってますけどね。今日は皆さんにね、クイズをやってもらいましょうかね。クイズ、はい。やっぱりね、芸人とか、まあ、芸人限らずなんですけど、うん、芸能人とかタレントとかってやっぱこうキャッチコピーみたいな、いいキャッチコピーみたいなあったらやっぱこう、霊長類最強の女みたいな、みたいなね、があったらやっぱりね、こうそれでね、こう覚えてもらうとかもあると思うんですけど。警部補古畑任三郎。それ役職です。それキャッチコピーじゃない。新刑事コロンボみたいな。そういうこと。役職です。あれキャッチコピーじゃない、はい、キャッチコピーみたいなやつで、あだ名ってあるじゃないですか。あだ名、キャッチコピーみたいなあだ名。 だから今回はね、有吉弘行さんがつけたあだ名で、あ、そっちのあだ名ね、はい、誰か当ててもらいましょうっていうね。いろいろつけるもんね。そうそう、あ、有名なのはね、元気の押し売りね。あ、わかるよこれ。わかります、うん、誰ですか。ベッキー。あ、正解、みたいなね、まあ、今の例題でしたけど、うん、元気の押し売り、当たってる、はい、みたいな、まあ、有吉さんが、これ芸人に限らずなんですけど、今みたいに ねタレントいろんなタレントに、つけてったあだ名で、うん、皆さんに誰がどの芸能人か、有名人か当ててもらいたいと思います。はい、はい、じゃあこれいきましょうかね。子供の皮をかぶった子供。子供の皮をかぶった子供なの。はい、あ、はい、はい、決めた。芦田愛菜。正解。おお、すごい、一発でやったね。子役系かなと思ったけどね。私のことだよ、芦田愛菜でした。そっくりじゃん。お、本当だ。あのね、子供の皮をかぶっても子供なの。うわ、すげえ。以上です。めっちゃほこりついてるけど。アシダババだよ。アシダババだよ。面白い。楽しいよ。アシダババだよ。アシダババ。アシダババだよ。お、いいね。新しいモノマネ芸人できたな。前世はイノシシ。そんなに突っ込むってこと？あ、前世はイノシシ。前世はイノシシ。突っ込む、そっちの突っ込むの。フジモンさん？いや違います。顔じゃねえこれ。顔かな。イノシシ顔で言ってんじゃない。イノシシ顔な。突っ込みすぎる人、勢いのある人。前世はイノシシ。そうです。まあこれは、うん、顔です。顔がそういう感じの人です。顔はそういう人？イノシシ。なんだっけ、ジモティみたいな人いたさ。ジモティ？みかん色の人。ジモティ、あれなんだっけ、ディモチ、ディモチ、ディモンティ、あれ？ティモンディだよ。ティモンディってなんだよ。地元の友達じゃないの。ティモンディ。ずっともじゃねえんだよ。二階の人。芸人です。芸人。中堅の芸人です。そんなにイノシシみたいな顔してるし。イノシシ。イノシシ系って言ったら。まあ、顔でかい人っすね。だから俺、そう、フジモンさんか、うん、あとは、フジモンさん。ああ、でもまあラインはそう近いっす。あとはピン芸人コンビ、コンビの一人です。うん、あれコンビの一人。じゃあハゲてない。イノシシっぽいのあと誰だろう。あれか、東京ダイナマイトの。ああ、残念。コウさん。まあこれ難しかったですかね。俺は、アンタッチャブルザキヤマさんです。ああ、じゃあ、あ、これは簡単かな、うん、多分聞いたことある、うん、リズム&暴力。リズム&暴力。リズム&暴力。リズムネタやるのか。あ、意外と出ないか。リズムネタをやってる人ってこと。やってはいない。いや、これね、芸人じゃないです。芸人じゃない。リズム&暴力、まあヒント言うと、いや、そっちの R&B かいっていうね。あー、そういうことね。はい。ジブラ。ああ、違います。え、ジブラじゃないです。え、日本人じゃない。日本人でしょ。え、ミュージシャン。ミュージシャンっていうか、まあ、うん、歌手だね。あれだ、暴力。もう暴力よ。もう、あ、R&B の暴力って言ったらあの人しかいないでしょ。長渕剛。いやー、違います。R&B じゃない。え、あの、なん、あの、ゆ、キキキリンの旦那だった人。あー、内田家じゃない。内田家。うん、暴力じゃないじゃん。暴力っぽいさの人なんか。あれ、もう X ジャパン。あー、違います。 X も R&B じゃないから。そうだな。矢沢永吉。あ、 A ちゃんじゃない。 A ちゃんもロックだから。ロックか。 R&B がどこまでか分かんないな。だね。ヒントはね、私はこうさんかな。ヒントはね、うーん、まあ、誰、なんて言ったらいいのかな。あ、情報番組やってますね。出てるってこと。うん、
もうその人の冠番組。冠番組？冠の情報番組ですよ。いや知ってた人。あの人なんだっけ？ね、あのラビットの人。坂上忍さん？あ、違います。え、何？歌手だもん、歌手。あ、歌手か。歌手で大人の皮かぶった大人だから。いや、いや、もっと子役だけど。出ないか、意外と出ないか。歌うたいなの？そうそうそう。ほんと、ちゃんとした歌手。紅白にも出てる。紅白にも？あ、紅白にも出てる。和田アキ子。正解。なるほどね。なるほど。和製 R&B と言われて。確かにそうだわ。はい、そういいね、いいやばいね。確かに。そうです。もう男の人ばっかり頭にあった。ね。じゃあ最後行こう、うん。ただのユニークな青年。言われようじゃん。これ芸人です、これ芸人、うん、ピンコンビ、これもう逆に俺ら言うのなんか失礼に当たるな、これ。いや確かにこれで当てないとね、そう思ってんのかいみたいなね。ただの何、ただのユニークな青年。青年か、柳沢慎吾さんはユニークな人だな。めちゃめちゃキャラない人じゃん。え、あ、男か女か聞いちゃった。男だろ、青年。青年だからね、青年だもんね。男芸人。ジモティさん。ジモティじゃないんですよ。ジモティのオレンジの。知らないんだよ、あんたの地元のオレンジ来た友達は。なんだろう、ただの面白い青年。ただのユニークな青年。ユニークな青年。むずいな、言うの。意外と、確かにね。そう思って、そう思われて。まあ思ってんだけど。思ってんのかい。かっちゃん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 。かつまさくにかつさん。ああ。残念。芸人がいいの？アイドルだから。青年でしょ。ユニークな青年。ユニークな青年。そうだ、比較的若めなんだよ。あ、でもそんなに若くないかな。年齢で言うとね、42、3ぐらい。まあ多分あだ名つけたのがちょっと前だから。あ、なるほどね。はい。今42、3。まあ中堅芸人と言っていいですよね。なんかユニークな感じある、ちゃんと。まあそうだね。うん。明るい系だろうね。ユニーク。明るい系。ヘラヘラ系。わちゃわちゃ。サンシャイン池田。誰だよ、誰だよ、サンシャイン池崎とサンシャインの誰だろう、これまあむずいかな、ヒントだ、ヒント、ヒント、いや、コンビの一人です。はい、コンビの一人、ユニークな、ユニークな青年。42、23、はい、近いな。まあ年齢はそうですね、お二人に近いかも。一回りはしたら、あ、ヒントだ、ヒント、あ、なんか、結構体力系の番組とか出る。あ、サスケとか筋肉番付みたいな。武井壮とかなのか。ああ、違う、芸人だから。あの、21の人。え？それ何？芸人じゃないか、あの人。あ、そうか、元気すぎてたから。元気ズの宇野さん。あ、違います。あれただの青年だよ。ユニークでもない。いや、やめなさい。ただのマラソン好きの青年だよ。誰だろう。出ないかな。出なそう。高三すか、じゃあ。正解はオードリー春日さんです。違うと思った俺。よかった、違う人言われ確かに一回浮かんでたから。浮かぶけど全部失礼よ。そうね、難しいけど。つけた時はそんな感じだった。多分 ね結構 6,7 年前なんじゃない、つけたの。そう、そう。というわけでね、はい、まあ、いろんなあだ名でね、こうキャッチーなあだ名をね、こう皆さんも、探してみてください。探してね。はい、チャンネル登録お願いします。